新潟市近郊の主なバイパス網を表した路線図。新潟市内のバイパス網では、新潟県新潟市を経由する一般国道のバイパス道路について記述する。新潟市の郊外を経由して、市内外の各方面に至る一般国道のバイパス道路は、その多くが連続立体交差方式を採用しており、他道路との接続をインターチェンジで行うものもある。 また、これらバイパスの通行料金は開通当初から全区間無料で、新潟市近郊の交通のようとなっている。当項目では各バイパスの概要について紹介するが、詳細については、それぞれの項目を参照のこと。新潟バイパスと亀田バイパスが交わる、四畜山 IC 市内の国道は、市内を北東から南西に従関する国道七号八号百十六号の、 新潟バイパスをはじめ、南北に横断する国道7号、国道49号、403号の栗の木バイパス、亀田バイパス、新津バイパス、秋葉区新津地区を東西に横断する国道460号の新津東バイパス、西間区間地区を南北に貫く、国道116号の薪バイパスなど、連続立体交差方式によるバイパス道路網が発達している。 このうち新潟バイパス等は、新潟東西道路、栗抜きバイパス、亀田バイパス等は、新潟南北道路として、地域高規格道路に指定されている。このうち新潟バイパスは特に交通量が多く、とりわけ、明池インターチェンジ竹をインターチェンジ間は、全国の一般道の中で最も交通量の多い区間とされている。しかしながら、立体交差で車線数も多いため、 交通は円滑に流れている。これらの連続立体交差のバイパス道路網は元来都市間輸送路を郊外に移して市中心部の交通を円滑化する目的で建設されたものであるが現在はそれにとどまらず市民の生活道路として重要な役割を果たしている。現在各バイパスでは区間の延伸や設備の改良などが順次進められているが この内栗の木バイパスでは一部区間を連続立体交差化する事業が進められている。これは都市計画道路、モズシマルート線及び全景の新潟南北道路の整備事業の一環として行われているもので将来的には東港線と竜東大橋を経由して新潟島の中心部まで直通するバイパス道路として整備される計画である。また、 バイパス道路網の役割を補充する道路として、市内を半導心炎上に結ぶ外環状道路がいくつかある。県道2号、県道16号、新潟中央環状線、国道460号などがそれにあたる。このうち中央環状線と国道460号では、現在、新設区間の建設が進められている。新潟市内を南西から北東へ従環するルート。 同市西区の秋田交差点を起点に、中央区、東区、北区、北神原郡青牢町を経由し、柴田市へ至る新潟のバイパス網の中心となっている、地域高規格道路、新潟西道路、新潟西、バイパス、新潟バイパス、新進バイパスからなる。秋田交差点、ソワインターチェンジの新潟西道路を除いて、開通している。 前線が片側に車線以上の連続立体交差方式で北陸自動車道と新潟西インターチェンジで日本海東北自動車道と西浪柴田インターチェンジでそれぞれ接続している連続立体交差方式によって沿道との出入りをなくし一般道路高速道路など他道路との接続はインターチェンジ方式にて行うこのように都市高速道路と類似した アクセスコントロール方式を用いることによって旅行速度を向上し通過交通量の増大にも対応した構造となっているが通行料金は全区間において無料である。このため全国の一般道路の中でも交通量が非常に多い道路の一つとして挙げられる路線である。上記新潟 b p 市畜産 i c より分岐して港南区を経由し阿賀野市へ至る路線。 このうち、亀田バイパスの区間については一部区間を除き、連続立体交差となっている。途中、日本海東北道と新潟亀田インターチェンジで接続している。新潟市中央区中心部を起点に、新潟バイパス、亀田バイパスの四畜山インターチェンジに至る道路。1992年に、国と新潟県、新潟市によって、都市計画道路、モズルート線として、 より一丁七う、四山インターチェンジ間の延長5580メートルが指定されている。また新潟亀田インターチェンジ、七畜山 IC より一丁間が地域高規格道路、新潟南北道路に指定されている。2015年現在は、モズ強化流協事業の流通橋を含む西堀前、通り十番町交差点モズ島 IC 間が共用している。現在は、 全区間平面交差だが、今後は一部を連続立体交差化するなど、小町をはじめとする中央区中心部へのアクセス効率向上を目的に、事業が進められている。また、現道である栗の木バイパスの万国橋交差点、四畜山インターチェンジ間は単間隔で、平面交差が連続し、一部交差点が複雑な、 接続構造となっていることなどから渋滞が慢性化しており、栗の木橋交差点、雲橋交差点間を一部連続立体交差化する、栗の木道路の事業が2007年度から、雲橋交差点、七畜山 IC 間の立体交差化に加えて、七畜山 IC の完全立体化とその周辺の道路構造を改良する、四畜山道路の事業が2011年度から、 それぞれ事業化され、大規模な工事に着手している。全面竣工の時期は未定である。将来的には、栗の木標交差点異北及び、東港線の万国橋交差点異性も合わせて、連続立体交差化し、竜頭橋にも、連続立体交差方式の高架橋を増設する、計画であるが、これらに関してはまだ計画が具体化していない。 南区の白根地区中心部を東側へ迂回するバイパス道路。2015年3月22日に南側の南区、安治形と東館が共用開始され、未開通の南区保坂安治形間も2019年3月10日に開通した。亀田バイパス地の山インターチェンジより分岐して江南区、秋葉区を縦貫し、南蒲原郡多神町へと至る路線。 現在は平面交差方式。コスドタガミバイパスまでが全通している。コスドタガミバイパスの先の三条北バイパスについては、現在一部のみ開通している。西関区の牧地区中心部を迂回する形で整備されているバイパス。現在は暫定に車線の一部立体交差方式でた道路とは平面交差で接続しているが、将来的には、 連続立体交差方式となる予定で一部交差点の名称はインターチェンジ交差点となっている。牧きバイパスの終点である西関区中小屋から秋田までの間には現在のところバイパス道路の事業予定はない。ありがとうございます。